ピーター・マックス、ピーター・マックス、ピーター・マックス本名ピーター・マックス・フィンケルスタイン、ピーター・マックス・フィンケルスタイン、1937年10月19日体は、1960年代のポップイコノグラフィ、図像で知られるアメカが死国の美術家。マックスは、ドイツのベルリンに生まれた。ユダヤ系であったため、ナチスの迫害を恐れた両親は1938年、 マックスを連れてドイツを出国。その後、中国の上海市、イスラエルを経て1953年、一家はアメリカ合衆国に移住した。1956年、マックスはマンハッタンのアートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークで正式に美術解剖学、人物素描、構図の勉強を始めた。1962年、マックスは 友人のトム・ダディーと一緒にマンハッタンに小さなアートスタジオを開いた。マックスはリバーサイドレコードからミードルクス・ルイスのアルバムのカバーを依頼された。このアルバムは1962年にザ・ソサエティ・オブ・エレストレイターズから金メダルを受賞した。写真をコラージュの素材にしてベットマン・アーカイブズのアンティックな写真を利用したベトマン・パナプテコン展を開いた。この展覧会は ニューヨークのグラフィックアート界で最もアバンギャルドな展覧会の一つと考えられている。天文学への関心はポスターアートやザ・トゥ・ナイトショーへの出演、1968年などを通してマックスのコズミックな60年代につながった。1969年5月9日には雑誌ライフの表紙も飾った。マックスの1968年のポスター、 ラブは1960年代後期のカウンターカルチャー、イコノグラフィの先頭に位置していたが、1970年になるとマックスのデザインしたアクセサリーは偽ヒッピーの印としてから買われるようになってしまった。1970年、マックスの多くの作品、ポスターがサンフランシスコのディヤング美術館のザ・ワールド・オブ・ピーター・マックス・展で展示された。 アメリカ合衆国郵便公社はマックスにワシントン州スポケーンで開催されたスポーケン国際博覧会エキスポ74の10選と記念切手を移植した。1976年7月4日、マックスは自由の女神像の修復を先頭に立って援助するため自身の自由の女神像シリーズをクライスラー社の CEO リーアイア国家と共に開始した。マックスは 多くのメジャーなイベントの公式アーティストを務めた。その中には、グラミー賞、ロックの伝道スーパーボールなどがある。マックスのアート作品は、グラフィックデザインにおけるサイケデリック運動の一部であった。マックスの作品は1960年代後期から1970年代初期に、かけての広告デザインに、多大な影響と模倣を生み出した。マックスは参加しなかったが、 ビートルズのアニメーション映画、イエロー・サブマリン、1968年は、マックスの影響が強い。しかし表現のオリジナリティについては議論の的となっている。マックスは1960年代のポップアートから、新表現主義に変化していった。マックスの使う、画材、技法は多岐に及ぶ。油絵具、アクリル絵の具、水彩絵の具、紙闘画法で、塗料、染料、 パステル、墨、ペン、色鉛筆、エッチング、エングレービング、セルガ、リトグラフ、シルクスクリーン、セラミックス、彫刻、コラージュ、ビデオ、ゼロックス、コピー、ファクシミリ、コンピュータグラフィックスなど、さらにマスメディアまで自分のクリエイティブな表現のためのキャンバスにしている。マックスはしばしば自分のアート作品にアメリカのシンボルを用い、フォード、カーター、レーガン、 ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領のエアプロジェクトを手掛けた。近年はアメリカ合衆国大統領就任式の4日間を通して使われた複数のポートレートインスタレーション100クリントンズを制作した。さらにマックスは4度目となるグラミー賞のポスターを描き NBC テレビの象徴である空弱をデザインし直し、1994FIFA ワールドカップの公式アーティストに就任。 ホワイトハウスのために歴史的な署名を記念するためのピースアコードの絵を描いた。コンチネンタル航空ボーイング777飛行機の一機登録ナンバー N77014 の機体前面にマックスは絵を描いた。ピーター・マックススペシャル・カラース1999年11月から2008年1月まで運行。マックスのアート作品は CBS の G アーリー城の壁にもかかっている。マックスは1956年から1989年までの各年のシボレーコルベットを36台コレクションしている。マックスは環境主義者で人権、動物の権利の擁護者でもある。2002年、マックスはニュースでオハイオ州の屠殺場から逃げ出した一匹の目牛のために緑の草原での生活を提供すると申し出た。 この目牛は、屠殺場の労働者が休憩している間に、1メートル80センチメートルの柵を飛び越えて逃げ、11日間捕獲を免れた。この小さな娘の態度、最後の顔をして、とても怯えていて、それから生きるための危険という危険にあっている、がぐざっと来たんだとマックスは言った。僕は動かされた。僕はこの素晴らしき魂を救わねばならないんだと、理解した。マックスは、 メウジがニューヨークのファームサンクチュアリーで平安な生活を送れるよう地元の動物愛護団体に18万ドル相当の自分のアートを寄付した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。